もうちょっとしたら、ええじゃん、なんとか、この店が紹介して、新たに出ます。そうですか。前、お蕎麦屋さんだったですよね、ここね。そうなんです、そうなんです。ね、今何もないのかなと思って立ち寄ったら、お店あったんでびっくりして、なんか食べようと思って。まあ大丈夫です。はい。すいません。
ごちそうさま。はい、ありがとう。美味しかったです。ごちそうさまでした。テレフォンカード。じゃあね、焼き鳥丼をね、食べてみま。あ、今日はね、トレインビューホテルに泊まってるんで、あの電車がね、目の前に来るんですよ。でそれをこうめでながらですね、上下駅で買った焼き鳥丼を食べると。テイクアウトしました。お店でも当然食べられます。焼き鳥、本当に焼き鳥って感じ。このね、焦げ目がいいよね。これはタレなのか塩なのかちょっと分かりにくいかな。卵が乗ってますね。うまいね。焼き鳥って言ったらビールでしょ。うまい。踏切の音が鳴り出しましたね。これなんだ、玉ねぎ。玉ねぎと青ネギが入ってるんだね。これあれか、焼き鳥のタレがご飯の方に染み込んでるんですね。最初は焼き鳥の上に乗っかってたのがご飯の上に染み込んで、いい具合に。なるほど、ご飯の上には海苔をまぶしてその上に焼き鳥だ。また列車が来ましたね。水島臨海鉄道です、今来てるのは。これは親子丼だ。ほら、機動車。極楽だよ。うまい焼き鳥丼食いながらビール飲んで鉄道を眺めて、これはもう心象潰すね。ということで、上下駅にね、新しく、満腹屋さん、満腹丸さんだとか満腹屋さん、まあそんなお店が開業しましたので、あ、また列車が。トワイライトタイムのね、列車を見ながら焼き鳥丼、最高でございました。以上でございます。